旦那どこへ行きやがったんだ。さっきまでここに。ラカム、旦那がまだ島に。はあ、なんで乗ってねえんだよ。ほんの少し前まで甲板で隕石とやり合ってたじゃねえか。ラカムさん、島に気空艇を戻せますか。やるしかねえ。全速力で島に戻って、あのどでかいのが落下する前に離脱する。団長、それでいいか。よし、みんなしっかり捕まったな。ちょっとばかし揺れるぞ。わしのことは気にするでない。とっとと避難せ。何を勝手なこと言ってんじゃねえ。くそ、間に合わぬ。ガンダゴーダさん、グランサイファーのマストにでもくくりつけておけばよかったぜ。なに、あの旦那のことだ。心配することはねえ。どうせ生きてるだろう。そうだな、そうに決まってる。なんつったって旦那は伝説の大剣豪なんだからよ。実はですね、ファータグランデ空域の西端の方にある島にですね、たくさんの隕石が落下しまして、多くの方々が被害に見舞われてしまったそうなんです。ですので皆さんには救援物資を運んでいただきたいと思いまして。そのちょっとわからねえんだけどよ、その隕石ってのは一体何なんだ。そいつがどっかから落っこちただけで島に被害が出ちまうのか。ああ、すみません、説明不足でした。高い高い空の上から降ってくるとても固い岩のようなもののことを隕石と呼ぶのですが、それが島に落ちてくる間にですね、高熱を帯びるようでして、まるで火の玉のようになって島に落下してきたんです。火の玉が落ちてくんのか。確かにヤバそうだな。そのせいでですね、島に多くの被害が出てしまったそうなんです。すぐにでも被害に遭った皆さんを助けに行きましょう。
拳程度の大きさの石ころでこの破壊力とな。どれだけ高いところから降ってくるというのだ。まさか隕石をぶっ壊すとか言い出すんじゃねえだろうな。ジェフ、おい待て、ラカム、それ以上言うんじゃ。この状況を見りゃ分かんだろう。いくら旦那だろうと人間の力じゃどうあがいても無理だ。考えるまでもねえよ。無理、ああ言わんこっちゃねえ。無理とは何ぞよ。今日までわしがやろうとしたことを皆ことごとくその言葉を口にした。されどわしは全て成してきた。この拳一つで、この拳一つでな。ついな。なんだ？あの港に停泊している気空艇はあなた方のものですよね？はい、そうですけど。ってことは皆さんがあの有名な気空団の。有名だなんて照れるじゃねえか。町で復旧作業をしていたんですが、あの気空艇が目に入ったものですから、ぜひお話しさせていただきたく追いかけてきた次第でして。おう、どうした？話なら俺が聞くぜ。あ、いえ、実は。ん？神田豪座さんを見てますよね。やっぱりそうだ、神田豪座さんだ。ん？お久しぶりです。風の噂であの有名な気空団にいらっしゃると聞きまして。知り合いなのか？はて、お主は一体。あそりゃそうですよね。僕も随分大きくなりましたし、ガロンゾやバルツで修行を共にさせていただいた格闘家の親子を覚えてませんか？格闘家の親子とな。おお、あの時のワッパか。あはっはっはっは、大きくなりよって。あの愉快な父殿はどこにおる？また杯を交わしたいものぞ。ん？どうかしたか？父は10年前に死にました。そうであったか。わしより若き剣豪が先に行ってしまうとはな。ガンダゴーザさんから剣豪と呼ばれたと知ったら父は泣いて喜ぶでしょう。ですが残念ながら父は剣豪として死ぬことは叶いませんでした。命を落とした戦いでなく、落下してきた隕石によって命を落としたのですから。隕石で？
殿。はい。僕は隕石が憎い。だからいつの日かこの拳で隕石を砕くため修行に励んでいるんです。あー、話の途中で悪いけどよ、さすがにそいつはやめといた方がいいぜ。見たところ相当の破壊力じゃないか。お前さんまで親父さんの二の舞になっちまったら。それも覚悟の上です。先日は隕石の落下地点が読めず失敗してしまいましたが、次こそは必ず。剣豪ってのはみんなこうなのか。怖くはねえのか。怖くないと言えば嘘になります。ですが決めたことですから。お主の覚悟相分かった。ならば己の全てをかけわしに拳を打ち込んでみるがいい。え？ためらうでない。お主の覚悟はその程度か。全力で来るのだ。はい。この程度で隕石に勝負を挑むなど片腹いたし、かような拳では何も砕けんぞ。強くなりたくば、かくも大人物のごとく心を落ち着けよ。破壊衝動のみに身を委ねれば、その先には不幸しか待っておらん。クソ、クソ、僕は弱い。何事も自分の力を知ることから始まる。精進せよ。さすれば先に道が開けるかもしれん。今は無茶する時ではないわ。一層の修行に励めい。そして父殿を超えてみせよ。ガンダゴーザさん、父殿もそう願っておるはずだ。かくいうわしもそうだがな。もう大丈夫よ。ありがとうね。君たちが来てくれてなんだかほっとしたよ。我々だけだと隕石落下のことを思い出して暗い気持ちになっちゃうからな。田畑はダメになっちゃったけど、こうして生きてるなら御の字よね。おや、生きてりゃいつだってやり直せるさ。私もまだまだ頑張るわよ。はい。皆の者、まだ危機は去っておらぬ。早くこの島から逃げるんじゃ。もはや猶予はないぞよ。おいおい、物騒な話じゃねえか。ちょっと聞きに行ってみようぜ。
長老、確かにこの島は傷を負った。でもよ、逃げ出すことなんてねえだろ。もう隕石の落下も終わったんだ。今からまたみんなで鉱石を掘って田畑を耕そうぜ。この住み慣れた島を出たくないという気持ちもわかる。だが隕石はまた降ってくるのじゃ。悪いが俺はここに残る。昔話なんて信じてねえからよ。みんな帰ろうぜ。おい、またぬか。さっきのお話ですけど、隕石がまた降ってくるというのは本当なんですか？あんた方は？オイラたちはよろず屋に頼まれて救援物資を運びに来た気功団だぜ。ああ、これはこれはありがとうございます。なんとお礼を言っていいのやら。ああ、それよりよ、その隕石の話を聞かせてくれねえか。あんなに真剣にみんなを説得しようとしてたんだ。確証があってのことなんだろ。実はこの地には隕石にまつわる伝承があるんじゃ。幾年月が経ち、再び多くの星が降り注ぐとき、それはこの地を消し去るほどの大きな隕石が落下する前触れだと。父からも以前その話を聞かされました。ですが。そうじゃな、皆真剣に考えてはおらん。突発的な自然災害と思って諦めておるようじゃの。この青年から話を聞いたんだが、10年前にも隕石が降ってきたんだってな。その時よりも今回の方がヤバいってのか。そうじゃな、あの時と比べてもあまりにも数が多い。はあ、こうなってしまってはもはや恩恵とは言えぬ。恩恵？被害の間違いだろう。いや、そうとも言い難いのじゃ。遥か昔、この地に幾百の隕石が降り注ぎ、確かに多くの被害をもたらした。だが一方で、切り立った山々をえぐり、河川の流れを変え、この島を人々の住みよい土地にしたんじゃよ。そしてまた、隕石はこの地でしか採掘できない鉱石となった。この島が工業で名を上げることになったのも隕石のおかげなのじゃ。だが今回こそ伝承の通り大きな隕石が落下するのではないかと心配でならんのじゃ。だとしてもだ、隕石の落下は収まったように見えるからな。この島の奴らがここから動きたがらない気持ちもわかるぜ。魔物や野生の動物の方が勘が鋭い。何かを察したのかもしれねえな。まさにその通り。ああ、やはり。まだ終わってなかったんじゃ。隕石め。おい、どこ行くんだよ。ああ、
そうだな。みんな、島の奴らを気空艇に誘導してくれ。島を離れるぞ。もしでっかい隕石が落ちてこなけりゃ、また戻ってくりゃいい。だろ？ですね。だがその前に、あの魔物どもを叩き潰さねばならんな。隕石の落下を察して森や山から逃げ出してきた魔物だな。命の危険を感じてんのか凶暴になってやる。くそ、このままじゃ島から避難する前に怪我人が出ちまうぞ。焦るでない。ここはわし一人で十分。お主らは町の者たちを頼む。なあ、昔なじみの兄ちゃんはどうすんだ。変なこと考えてなきゃいいけどよ。安心せい。魔物どもを蹴散らした後、わしが捕まえて気空艇に放り込んでやるわ。ああ、頼んだぜ。さあ、ここはわしに任せていけ。ガンダゴーザ、参るぞ。ならぬわ。隕石め、今すぐに勝負と行きたいところではあるが、まずはワッパを探さねばならんでの。今しばらく待て。そうさ、分かってたんだ。隕石に勝つだなんてバカな話なんだって。それでも俺は憎しみをどこかにぶつけなけりゃ生きていけなかったんだ。ガンダゴーザさん、すみません。ぬおー、何を諦めておるか。ガンダゴーザさん、ではないか。ガンダゴーザさん、なんて言ったらいいのか。俺迷えば視野が狭くなろう。今はとにかく生きよ。生きねば元も子もない。はい。さてと、お主を船まで連れて行かねばな。さあ、ついてまいれ。ならば致し方なし。
さあここはわしに任せ、先に気空艇へ向かうのだ。え、ガンダゴータさん、まさか。そのまさかだわい。何を考えてるんですか。隕石は山をもえぐり地形すら変えるんですよ。人間が叶うはずなんてない。無理に決まってます。無理、無理とは何ぞや。今日までわしがやろうとしたこと、皆ことごとくその言葉を口にした。されどわしは全て成してきた。この拳一つで、この拳一つでな。さあ行け。でもわしを誰だと思うておる。古今独歩の大剣豪ぞ、信用せんか。はい、必ず必ず後から来てください。振り返らず走るのだ。翻してきたのではなかったか。一撃必殺で創世神をほふることを人生の最終目標としたのではなかったか。たかが石ころに敗北するなど、ここ無双流大改装ガンダ豪座の名がスタルではないか。隕石の数が増えてやがる。早くここから避難しねえとな。神田豪座さんとあのお兄さんがまだ戻ってきてません。心配です。皆さん、お、ありゃ昔馴染みの兄ちゃんじゃねえか。皆さん大変です。神田豪座さんが僕を逃がすために隕石に立ち向かっていって。なんだって？おい、今すぐそこに案内してくれるか。どういうこった？旦那はここで隕石に立ち向かったんだよな。ってことはまさか。おい、ラカム、旦那に限ってまさかってことはねえ。そうだろう。おい、一体何だってんだ。もしかしたら旦那かもしれねえ。団長、行ってみようぜ。
なあ、旦那は隕石に立ち向かったんだよな。はい。なのになんで山ん中で魔物と戦ってんだ。ですよね。まあとにかくだ、すぐに旦那の火星に。ラカム、避けろ。え、おわっとっと、あぶねえ。なんつう力だ。しかしこれじゃ旦那に近づいただけで巻き添えを食っちまうかもしれねえな。おい旦那、どでかいじいちゃんは隕石ともやり合ったんだろう。なのによ、いつも以上に元気ってどういうことなんだ。ですよね。おいおい、そんな簡単に納得してんじゃねえよ。でもよ、なんだか妙に説得力ねえか。まあ、確かにな。あ、どうしたんだ、こんな時に笑いやがって。いや、追い先が短いから自分を鍛えるよりも弟子を探すって言ってたんだが、その考えは間違ってたようだな。旦那にはまだまだ伸びしろがある。老け込む年じゃねえってこった。